やってきました、そば、うどん、小庵。こちらね、静岡県掛川市城西。はい、営業時間はこちらは11時から15時。お疲れ様でした。じゃあこちらの方がより、あ、永遠のミリオンセラー、桜海老そば、うどん、伝説のカレー料理、週は麺の四天王。なるほど。あとは元祖昭和の極み丼、かき揚げ丼、マグロ丼、炙り焼肉丼、サーモン丼。めちゃくちゃ安いじゃん。おでんもある。おでんはセルフサービス。治安、ここにあります。大根、酸化ガニ、牛すじ、特製カレーうどんと、はい、うどん、マグロ丼と牛肉丼、炙り焼肉丼。はい、前会計で1580円。値段の平均が500円ぐらい、めちゃくちゃ安い。こんなに混んでて人気があると思わなかった。はい、それで まずマグ、はい、はい、ありがとうございます。はい、マグロ丼、醤油がついて、味ついてるね。うまっ。あったかいご飯に漬けマグロって感じ。焼肉丼でございます。はい、焼肉丼も来たよ。焼肉丼はどうかな。なんか肉がすごい柔らかい感じ。うん、うん、めちゃくちゃ柔らかくて食べやすい。うん、はい、焼肉丼完食。焼肉丼うまかったな。このね、マグロ丼もね、めちゃくちゃ美味しいんだ。うん、ご飯にかかってるだし醤油、めちゃくちゃうまい。疲れる。暑いんでどうですか。はい、来たよ。カレーうどん、ラスト。桜エビが入ってるね。暑い、とにかく暑い。カレーうどんね、多分ね、めちゃくちゃ美味しいんだと思う。けど、ちょっとね、辛くてね、熱くて味がよくわかんない。まあ、ライス頼んでね、カレースープの中にライス突っ込んで食べようと思ったけど、やめときます。ごちそうさした。今日はね、静岡県掛川市城西のね、うどんそばの昭庵さんからでした。バイバイ。